フェアリーテイルを解散させる。お主の今までの情報とわしの独自調査で確信したわい。これしかギルド、家族を守る道はない。西の大陸の調査結果でギルドを解散？意味がわかりません。納得せんでもいい。西の大陸にある大国アルバレス、あの国は危険すぎる。それが何だって言うんです。あの国は確か10年前にこのイシュガルに侵攻しようとして失敗している。なぜ侵攻しようとしたか知っておるか？いえ。ルーメン・イストワール、10年前アルバレスがイシュガル侵攻を試みたのはルーメン・イストワールを手に入れるためじゃ。侵攻は失敗したのではなく中止にしたのじゃ。表現が力をちらつかせてな、エーテリオン。それに今回明るみに出たフェイスも、もともと表現の保有する兵器。さすがのアルバレスも迂闊には手を出せん。だがその表現はもうなくなった。エーテリオンもフェイスも存在しない。この意味がわかるな。イシュガルはアルバレスに対して抑止力を失った。再び侵攻作戦が始まる。それがギルド解散とどう関係するんですか？攻めてくるなら迎え撃つ。それがフェアリーテイルでしょ。それができないから解散するしかないのじゃ。この大陸にはフェアリーテイルを含め約500のギルドが存在する。それに対して西の大陸では正規、闇合わせて730の魔導士ギルドがあった。その730すべてのギルドを統一して一つの巨大な帝国を作ったのが超軍事魔法帝国アルバレスじゃ。730のギルドとたった一つのギルドじゃ喧嘩にもならん。赤子同然、奴らは今までの敵とは桁が違いすぎる。そんな、じゃあどうすれば？わしがアルバレス帝国に交渉に行く。この大陸に侵攻するならばルーメン・イストワールを発動させるというカードを見せ、できるだけ時間を稼ぐ。そんな、これは一つの賭けとなる。その間に評議員を立て直せれば。ちょっと待ってくださいよ。万が一わしに何かあった時ギルドが残っていたら、今度はガキどもが狙われるんじゃ。それだけはあってはならない。だからギルドの歴史よりも制裁よりも家族を守るために解散するんじゃ。マサ、無茶ですよ。一人の人間が国を抑止するなんて死にに行くようなものです。家族の命を背負ってんだ。それが親ってもんだろう。